はい、どうも、はるきです。今回はベイブレードバーストの 3D デッキバトルの動画の第5回目ですね。今回コメントいただいたのは、りょうといさんですね。りょうといですね。デッキにですね、ユニコーンとクロウが乱用されておりまして、僕のこのユニコーンの跡形が、この、なんだっけこれ、セントラルしかなくなるっていうね。まあ、とりあえず、その、りょうといさんのデッキ見ていきましょう。こちらですね。ユニコーン、アームド、黒。ワイバーン、スプレッド、黒。で、オーディーン、リング、フュージョン。ということでね、ここでね、ユニコーンと黒が2個、どっちも使われちゃうっていう悲劇が起きまして、今回、黒とかが使われてる問題上ですね、この僕の、これと被らないようにするためにどうしても必然的にこういう風な対戦になってしまうんですね。そこは皆さんご了承ください。ということで1回戦2回戦3回戦ん違う1回戦2回戦3回戦と対戦していきたいと思います。はい、ではこの2機ですね、ワイバーンとユニコーンです。こっちがスタミナタイプなんでこっちから打ちます。僕の一緒ですね。はい、続いて2回戦目。僕がデッサイザーで、りょうといさんが、ワイバーンですね。黒を使っております。こっちがスタミナタイプなんで、こっちから打ちます。これはドローですね。はい、ノーカウントということです。でも一発勝負なんでこれはもう2回目はやりませんってことにしようかな。そうですね、次の試合で決着がつくと思います。はい、最後はユニコーン、セントラルクロー、オーディーン、リングフュージョン。オーディーンの勝ちということで引き分けになっちゃいましたね。はい、今回は引き分けでございます。りょうといさん引き分けでございます。コメントありがとうございました。またね、次も挑戦してきてくれると嬉しいです。はい、ということで今回はベイブレードバーストの第5回目の 3D デッキバトルの動画でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。